乗用車の皆さん、福山哲郎です。新名神高速道路の工事現場にいます。2005年から工事が止まっていた新名神高速道路、2012年の4月京田辺で行われた京都府大阪府滋賀県知事の強い要望によるこの着工再開に向けての会議、山井和則衆議院議員と私も出席をさせていただいて、時の国交大臣に強く要望し、その月のうちに着工再開を決めていただきました。もうあと 2,3 年で供用が開始されます。常用のイチジク、トマト、テラダイモ、そして青ダニの梅、そして常用の抹茶、たくさんの美味しいものがここから全国に出荷をされることになります。常用の可能性はまだまだ広がります。私はケンシロウ君の応援を世界チャンピオンになる前からさせていただいています。ケンシロウ君が世界チャンプに復活をしました。とても喜んでいます。そして常用のブンパル、私にはたくさんの思い出がありますが、まだ国会議員になる前に障害を持った方の第九を歌う命輝け第九コンサートをブンパルでやらせていただきました。たくさんのお客さんで感動的なコンサートでした。そのことの思い出も消えません。これからも常用のために一生懸命働いていきたいと思います。どうかよろしくお願いします。